どうもこんにちは。ブログの川野宇田です。今日はファン獲得の第一歩は接触することというお話をしたいと思います。私はもう今の時代というか、本当にですね、中小企業、個人事業主、私のような小さな会社っていうのは、とにかく新しいファンを獲得し続けて、で、その獲得したファンをとにかく大事にする。ファンとお付き合いするビジネスっていうものじゃないとですね、生き残っていけないと思ってるんですね。とにかくファンを大事にする。で、私たちのような小さな会社が真っ先にやらなきゃいけないのは、商品を売り込むことじゃなくて、そのセールすることじゃなくて、ファンを獲得することだと思ってるんですよ。本気でそうし、あの信じてるというか思ってるんですね。で、最近私このファン獲得することに特に力を入れてて、この YouTube っていうのもそれの一つです。で、これ、ファン獲得する第一歩というか、きっかけって、やっぱりですね、接触じゃないかなと思った出来事が、今思えば、その思い当たる節がありまして、2013年に東京モーターショーが開催されました。で、そのモーターショーの前日、プレビューナイトというものがあって、まあ、それ、簡単に言うと業者日なんですよ。一般公開じゃなくて、その前に業者しか入れないような、プレビューナイトという日がありました。で、私がお世話になっている、本当に可愛がっていただいている社長さんにお誘いいただきまして、そのプレビューナイトに参加させてもらったんですね。でも本当に人がごった返すこともなくて、スムーズに歩けて、で、見たい車をちゃんと見ることができて、写真撮りまくりました。ものすごいかっこいい車とか、近未来とか未来的な形デザインの車とかいっぱいあって、ものすごい刺激になったんですけども、そのプレビューナイトで、お笑い芸人のですね、チュートリアルの徳井さんってご存知ですよね。そのチュートリアルの徳井さんがプライベートで来てたんです。プレビューナイトに。まあ、後輩なのかお友達なのか2人で来てました。で、私はですね、徳井さんをこの距離で見たんですね。実際に。この距離です。めちゃくちゃなんか背が高かったです、やっぱり。私、滋賀県に住んでまして、こんな田舎者からすると、芸能人、プライベートの芸能人を見るっていうことはまずないんですよ。東京に住まれている方は別かもしれません。また、この田舎者からすると、本当にちょっとすごい体験というか、芸能人を間近で見ることなんてまずないんですよ。あったとしても、仕事で、ロケでとか、ロケで地方に来た芸能人をちょろっと見るとか、それぐらいで、まあ、そんなこんな距離で見たのは初めてでした。で、それからですよ。私はそれまでチュートリアルの徳井さんなんて意識したこと一切ありませんでした。別に好きでもない、嫌いでもない、どうでもいいというか、なんかもう何の感情も湧かないような存在だったんですね。でも実際にそのお会いして接触したことで、その日からなんか意識するようになったんですよ。別に好きとかじゃないんですけど、変な意味じゃなくて、テレビとかでちょろっと見ると、あ、徳井さんだみたいな、ちょっと意識するような存在になってしまったということです。接触したことがきっかけで。で、これ芸能人だけじゃなくて、一般の方にも言えると思うんですけども、ですね、私、アパートに住んでまして、そのアパートっていうのがですね、3棟あるんです、3棟。こんな感じで、部屋が4つあるんですね。4つのこのアパートが3棟立ってるんですよ。こんな感じで L 字型で。で、私はまあここに住んでるんですね。ここに住んでいます。で、仕事してするその作業部屋っていうのが、窓越しにですね、ここが見えるんですね。見渡せるんですね。で、駐車場がこうやってあるんですけども、車が。で、まあこういったアパートからこうやって人が歩いていって車に乗って出かけるとか、それをまあ毎日ちょっと窓越しに見ながらちょっと作業したりしてるんですね。でも私、この住んでる人、おそらくみんな見たことあると思うんですよ。だって結構毎日ここで作業してますから、どんな人が住んでるのか毎日見てるはずなんですね。それなのに私が今顔を思い出せる人って、ここの人とここの人だけなんですよ。多分この辺に住んでる人も
絶対顔見たことあるのに、今思い出そうと思っても思い出せません。じゃあこの人たちはなぜ私を思い出すことができるかというと、挨拶したことあるからなんですよ。挨拶とか、たまたま駐車場で立ち話したとか、とにかく接触したことあるんですよ、実際に。でもこの辺に住んでる人はお話したことないんですね。見たことありますが、お話したことないんですよ。これの違いだと気づいたんです。要は本当に接触することで、なんか自分の中でその人に対する意識が変わると思うんですよ、無意識的に。これ本当に重要じゃないかなと思うんですよ。私たちのような小さな会社にとって忘れられない存在になるっていうことは本当に大事だと思います。例えばもしあなたがですね、ちょっとブログ作ろうかな、ブログ作ってみようかな、ホームページリニューアルしてみようかな、そんなことを考えたときに、まあ、元々の業者さん、お付き合いある業者さんとか、お友達とかいればまた別かもしれませんけれども、まあ、全く何もそんな知り合いがいない。そんな時に、まず真っ先に絶対私をね、思い浮かべると思うんですね。嫌でも。全く依頼する気がなくても、絶対私が浮かんでくると思うんですよ。それはなぜかというと、何度も接触し、私が忘れられない存在になっているからなんです。これはですね、本当に強みだと思うんですよ。接触してファンを獲得するっていうことが、私たちのような小さな会社にとって強みになると思います。で、以前ですね、コメントいただいた、この YouTube の動画にコメントいただいた方の中で、宇田さんが夢の中にまで出てきますっていうようなコメントをいただきました。いや、確かにですね、本当そうだと思うんですよ。実際に会ったことなくても、私はこうやって動画でお会いしてますよね。まあ、私は、残念ながらあなたのことはちょっと分かりませんが、あなたからすればもう私っていうのは宇田和志という存在はこんなもので、こんな顔をしていて、まあ、なんとなくこんなやつなんじゃないかなっていうイメージが頭の中でできていて、もう忘れられないと思います。その嫌でも忘れようと思っても忘れられない、こういった方を、そういった、まあ、ファン、簡単に言ってしまうとファン、こういった方をですね、私たちの会社はどんどん作っていかなきゃいけない。そして本当に大切にしていくことで、良いビジネスができるんじゃないかなと思っています。まあ、今日はこんな話になります。ありがとうございます。